コーラとは、現在は、炭酸飲料の一種である。ただし、コカ・コーラは、当初、独自のシロップを水で希釈して提供しており、炭酸飲料ではなかった。コカ・コーラが、炭酸飲料になったのは、提供時に誤って、炭酸水で希釈したことが始まりだとされている。コーラコカ・コーラそのまま飲むための飲料として、出回っているコーラの主成分は水である。 その水に様々な成分を混ぜることによってコーラは作られている。コーラという名称は当初コーラの実から抽出したほろ苦い味のコーラエキスを用いていたことに由来している。しかし、現在ではコーラの実は含まれていないのが一般的であり、コーラの実の代わりに様々な香料や調味料が用いられている。また、 コーラの実にはカフェインが含有されており、カフェインを添加している製品も多く見られる。なお、ザ・コカ・コーラ・カンパニーのコカ・コーラ調味法が秘密になっていることは有名であるが、これはコカ・コーラ社が作った伝説である。実際には発明者であるペンバートン博士が複数の相手に対してレシピを販売している。したがって、初期のコカ・コーラの作成方法は秘密とは言えない。 現在のコカ・コーラのレシピは公開されてはいないものの、成分分析は容易である。他の多くのコーラも同様に成分分析は容易である。現在は用いられていないが、初期のコカ・コーラにはコカが含まれていた。甘味料一般的なコーラには甘味料が含有されている。使用されている甘味料は製品によって異なるものの、スクロース、フルコースやフルクトースなど、 他の炭水化物と同様にエネルギーになる等が用いられる。ただし、糖尿病や肥満などの原因になることを嫌って、ステビアのような天然物由来の甘味料や、アセスルファムカリウムやスクラロースなどの人工甘味料が用いられている製品も存在する。中には人工甘味料のみが使用されている製品も存在する。なお、人の味覚では、ステビア、 アセスルファムカリウム、スクラロースなどは、スクロース、グルコース、フルクトースと比べて、数百倍の甘さに感じられる。このため、スクロース、グルコース、フルクトースを、甘味料として用いた製品では、しばしば、これらの成分が、水の次に多量に含有されているのに対して、ステビや、アセスルファムカリウム、スクラロースなどを、甘味料として用いた製品の場合は、 水の次に多量に含有されている成分が、甘味料ではない例が見られる。酸味料を一般的なコーラに含有される。炭酸自体も酸味を持つものの、コーラにはしばしば酸味料も使用される。酸味料の多くはリン酸由来であり、製品によってはクエン酸やその他の酸を含む。コーラに用いられる香料は製品によって様々であり、一概には言えない。 例えば、シトラスオイル、シナモン、バニラ、その他、複数アルコーラ飲料製造者では、これらの香料以外にその会社独自の香料を加える、ことで、独自の製品として開発している。そうした香料の中には、ナツメグやラベンダー、その他幅広い成分が含まれることがあるものの、ほとんどの人が、コーラ特有の風味だと認識するのは依然として、バニラやシナモンである。 安価なコーラ飲料の中には、このようなシナモンやバニラといった、香味料のみで製造されているものもある。製品によっては、カラメル色素が用いられている。多くの製品にはカフェインが含有されており、摂取することで抗精神作用も認められる。一部愛好家に至っては、自重的にコーラ中毒と表現するものもある。コーラに含まれるカフェインは、 もともとはコーラの実のエキスによるものであったが、コスト的な問題もあり、今日では茶葉から抽出されたものが主に利用されている。しかし、銘柄によっては未だにコーラの実も使われている。なお、これらとは別に全くカフェインを添加していない製品も参見される。ただ単にカフェインを添加していないだけであっても、そのような製品はカフェイン例などと標榜されている例が見られる。 一般的なコーラには用いられない成分ながら、例えば、現地穴を加えて苦味を出したオーベルニアコーラのように特殊なコーラも存在する。また、種類ではない一般的なコーラの中にも、香料の溶媒などとして用いられているエタノールが極微量含有されている例が見られる他に、種類の中にはコーラの風味を持たせた製品も存在する。 世界及びアメリカ合衆国非常に多様なコーラ風の清涼飲料水が世界各地に存在しており、またそれらが様々な風味であることから、人によっては特定企業の製品を好んで引用することもある。この風味の違いは同じ会社の製品であっても年代により様々な変化を見せるが、これは各々の会社が時代の流行を反映していることに起因する。ただしそうした。 企業戦略は、旧来のファンが味の変更を嫌い、競合他社に切り替えるというリスクも同時に伴うことになる。各社のシェア争いは、熾烈を極め、外食産業チェーン店や国際イベントでの採用をめぐっては、様々な営業上の駆け引きも行われ、その熾烈さもあって、コーラ戦争と形容されることもある。このコーラ戦争においては、 主要メーカーにより莫大な広告費がかけられるのが通例で近年では全米規模で GPS を使って検証商品をその場にお届けなどといった社会現象さえ巻き起こしている。またボトルキャップフィギュアなどの後にコレクター市場が成立するようなアイテムの付録がつくと一体ントもたびたび行われている。日本日本でもその例に漏れず1960年代には コーラブームが到来し、当時、全国各地に散在した中小飲料メーカーが、コーラと名の付く製品を、次々と発売した。しかし、コカ・コーラに代表される大手メーカーには、到底及ばず、多くの業者が、比較的短期間で、コーラ製造から撤退した。一方で、静岡茶コーラ、金沢カレーコーラ、黒糖を使った、ブラック慶塩コーラなど定着した。 ご当地コーラも複数あるほか、独自にブレンドしたコーラを提供する飲食店もある。柑橘類の知らぬ日を使う熊本クラフトコーラのように、こうした地域、店独自のコーラをクラフトコーラと呼ぶこともある。クラフトコーラは、香辛料やハーブ、各種柑橘類、生姜などを煮立てて、それぞれの味を出す。北海道では、地元産の天才等で甘みをつけるなどして、 地域おこしとして商品開発に取り組む例が多い。家庭で作る人もいる。東ドイツなどドイツ民主共和国でも1958年にビタコーラが開発され、ライセンス生産を含め100を超える国内企業で生産された。ドイツ再統一後にほとんどが製造中止となったが、1994年にチューリン州の飲料メーカーによって、 大規模生産が再開された。他にも、東ドイツでは1967年にクルプコーラが開発され、ベルリンの国営飲料工場で生産された。ドイツ再統一後に製造中止となった後、1992年に同ブランドのコーラが復活したが、製法は別のものに変更された。コーラは、そのまま引用されるだけではなく、しばしば、 他の飲料などと混合した上で引用される場合がある。それらの中には、コーラを材料の一つとして使用したカクテルとして、一定の知名度を持った飲み方がいくつも存在する。例えば、ウイスキーにコーラを混ぜたウイスキーコークのように、コーラを意味する、コークとつく単純な名称のカクテルも見られる。一方で、ラムとコーラとライム果汁を混ぜたカクテルであるクーバリブレや、 赤ワインとコーラを混ぜたカクテルであるカリモーチョ、黒ビールとコーラを混ぜたカクテルであるトロイの木馬などのように特別な名称が与えられたカクテルも知られる。コカ・コーラの広告1890年代のアメリカ合衆国のもの。価格は5000トとある。ウィン・コーラ1952年発売当初の製品ミッションコーラ日本国内製造品左。 1950年代の瓶右、1960年代後半以降の瓶、ペプシコーラ1960年代初頭の日本、国内製造品ローヤルクラウンコーラ、日本国内製造品1964年頃の瓶ローカルコーラの一例左、サロンコーラ中左、クールコーラ中油三つ花コーラ右、デディッシュコーラ、ありがとうございます。